はい、今回から始まりました猫でボバンチ。私猫ビジョンの北谷重友とボバンチ雑貨研究所大塚城でお送りします。で、これ、はい、これは一体何なんですか。一体これね、あのオープニングに多分ピクストラジオって出てたと思うんですけど、ピクストラジオ、はい、ピクストって何なんですか。ピクストはあのね、ピクチャーストーリー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 といえば紙芝居、ほうほうほう、になるんですけど、一応こう写真などをここに今ご覧になってる方に写真とかをこう出しつつ、ほう、まあ、2人で喋ってなんか気になったもんとかを紹介していこうと思ってるんですけども。画期的。その写真の出るラジオすげえな。こう例えばこうショートケーキドーン出たかな。あ、出た今出てないですか。猫、猫ドーン、はあ、猫出ました。すごい可愛い猫が出たね。まあ後付けなんですけどね、はい、これね。でまあまあそういう感じにしていこうと思うんですけれども、この二人、はい、一体何者かと。そうですね、みんな聞いてる人は気になってるよね。多分知ってる人も多分いてるじゃないですか。いるか。でも知らない人の方が多いかな。はい、あ、例えば猫さん。はい。猫さんは猫ビジョン。はい。はい、何してる人。ね、動画制作なんかをね、ちょっとやったりなんかしちゃったりする。デゴって何？動画制作。はい、あ。はい。動画制作といえば、猫ですか。え？あ、いや、別に、あの、うちは釣りの動画とかを作ってるんですけども。はい。はい。釣りの動画。猫は撮らないんですか？撮らないよ。ね、猫撮りましょうよ。猫ついてますやん。いや、別に、いいやん。別にいいやんって。いや、まあいいっすけどね。俺が撮るもの買ってたろ。まあまあまあ、そうですよ、はい。まあそうです。あの、釣り動画ですか。そうなんですよね。ああ、いいですね。楽しいお魚釣りの動画を作ろうかなって思ってるんで。猫ビジョン。釣り動画を撮らはるっていうことは、ルアー釣りの、まあそうですね、釣り全般ですか。まあ、なんかルアー釣り今メインになってますけど、はい、ね、餌釣りであったり、まあ、そういったものね、面白いものであったらどんどんね、やっていきたいなと。なんかこう面白い題材を見つけて撮らはるんでしょう。そうですね、だからその買ってくれたお客さん側は、はい、釣れてないとこが面白いですねって言われることがすごい。そうですね、僕も実は何回か見たんですけど、やっぱあの釣れてへん時の、あの釣ってはる人のなんかこう苛立ちとか、うん、こう釣れてないのに実は楽しんでるとか、なんかこうちょっとこう人間模様っていうのが前に出てくるじゃないですか、うん、あれ僕は結構楽しかったですけどね、あれ。まあまあそういうところをね、はい、出したいなっていう、まあ人間をちょっと出せたらいいかなっていうのがやっぱりね、そういうのをまあまあやっていきたいと思ってはいるんですけどね。今じゃあ猫ビジョン一押しの DVD、はい、ドーン、これだ。出ました出ました、出ました。あのね、はい、まあ、新作ドキドキ心臓ストライク、はい、でこれはねエクストリームさんで、ね、小川健太郎さんが考えたその心臓ベイトっていうルアーをその題材にやってるんですけども、主人公ドーン、これだ。男前、また彼がいいキャラはしてるんですよ、はい、本当にシュッとしてるし、はい、それでいて彼は気取らない でいて釣りはやっぱうまい、これ一押しです。あ、いいですね。で心臓ベイトなんで、はい、まあ心臓ですよ、はい、なのでまあ、ドキドキ。ドキドキ。ドキドキ。で、はい、心臓で、はい、まあ、あなたのハートにストライク。ストライク。ストライク。ど真ん中。っていう意味で、その、ね、題名をつけたんですけどね。いいですね。皆さん、買ってください。はい、そういう番宣もしていくんですか、ここは。番組というか、商品の宣伝も。そうですね。じゃあ、今後、ゲストに来てもらった方の、作られてるものとか、はい、そういったものの宣伝もありなんですか、この番組は。そうですね。ああ、いいですね。もう、なんか、テレビショッピングみたいになっていくよ。あ、それもいいんちゃいますか。まあ、まあ、実際に売るとなると、ちょっといろいろね、まあまあ、問題は出てくるでしょう、ね。まあ、もちろんご紹介
っていう、はい、で買うか買わないかもね別にミシャさんが判断することなんで、はいはい、まあじゃあそういうホームページのね、はい、いろんな人 の, あのご紹介とかも含めまして、ね、まあ今後またね、はい、いいですね、はい、次回はじゃあ僕のことちょこっと聞いてくれますか。次回ドバンチさんは一体何をやってるんだに続くっていうことでしょ。ああいいですね、はい、あんまりこう引っ張らずに大したことしてないですもう今この 2,3 ことで説明できそうですよ。まあまあ、まあまあ、この辺で今日は、はい、じゃあまたそうですね、次回にお会いしましょう。はい、 See you next猫ボバチチって